中央の仏塔ワットナンパイアーは、タイの北部、スコータイ県シーサッチャナーライの旧市街となる、シーサッチャナーライ歴史公園にある、仏教寺院遺跡の一つである。寺院は、スコータイ王朝の副都であったシーサッチャナーライの、市壁内の東側に位置する。寺院名のワットナーンパイアーは、女王の寺院を意味する。ラーマ6世が、プラルアン旅行記に記したコトロでは、地元の伝承によると、 寺院は中国の王女パスジャデ美により創建されたと言われる。しかしながら、そのような伝説を裏付ける考古学的証拠はない。また、その様式により、アユタヤ王朝のワット・プラシーサンペットと同じ時代であることが示唆され、15世紀から16世紀頃に建立されたとも考えられるが、記録や資料がなく、実際の年代は不明である。 礼拝堂の格子窓のレディー夫人員の敷地はかなり広範囲にわたりラテライトの周壁に囲まれる。その構内建造物の中心にはラテライトで構築された大きな仏塔や七つの部屋を持つ礼拝堂の遺構があり、スコータイ及びランナーの典型的な様式として残存する。西側にあるスリランカ式に構築された中央仏塔は その小ラに通じる階段を備えている。仏塔の基段の一部には、ワットチャンロームに見られるような像の足の断片が認められており、かつて像の像が仏塔を支えるように立っていたことが示唆される。その東側にある礼拝堂には壁面の装飾が施されていた。また、北側に大きな本堂の痕跡が認められる。寺院は礼拝堂の壁面に残存する繊細な 化粧漆喰のレリーフにより知られている。その漆喰の浮き彫りは、ランナー、及び中国に見られるような植物の模様が取り入れられており、それらの装飾は木造のトタンを張った屋根に保護された西側の壁や窓の周辺に見られる。寺院の周域。ありがとうございます。